半海電気軌道も151系電車は、南海電気鉄道大阪軌道線を経て、半海電気軌道で使用されていた路面用電車である。も151型は1927年に、川崎造船所兵庫工場で電4型として重量、製造された。14メートル近い大型車体に3扉を備えた、半高性のボギー車である。潜在での消失と、復旧。 さらに同型車体を持つも161系及びも301型への改造、車両番号の整理などによって、最終的には151から154の4両となった。当初は直接制御であったが、1960年にも301型と同じ多段式間接制御に取り替えられ、それ以降はもう301型と形式番号が違うだけであった。 大阪営地下鉄谷町線の天皇寺、八尾南間の延伸開業と同時に廃止が予定されていた南海平野線を除く南海電気鉄道大阪軌道線のワンマン化に伴い1979年にワンマン改造された。この際、運転台向かって右側の扉を閉鎖してに扉車になった。半海電気軌道への移行後、 も701系の投入に伴い、も151系のまま残存していた4両が1989年までに、もう301型への改造車4両が2000年までに、残るも161型への改造車2両も2001年までに、全車廃車された。住吉交差点を渡るも152住吉交差点を行く、玉の椅子金パト層時代の154号。 金波塗装時代の151号、ありがとうございます。